金曜日お疲れ様です。今日は節分ですね。今週末もゴールドシップ3区を応援しましょう。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は10頭出走です。まずは東京5レース、3歳未勝利に6番きらめく星、東京11レース早春ステークスには12番マイネルコロンブスに1番エドノフェリーチェ、7番メガゴールドの3頭が出走します。競馬場変わりまして、小倉1レース、3歳未勝利に出走するのは5番コスモチプリア、小倉4レース4歳以上障害オープンに出走するのは4番マイネルダンク、小倉7レース4歳以上1勝クラスに出走するのは10番マイネルキング、小倉8レース4歳以上1勝クラスに出走するのは1番名勝稲瀬、小倉11レース別府特別に出走するのは11番スイートブルームと9番ホーオージョルノの2頭になります。土曜日たくさん出走しますね。個人的には東京11レース早春ステークスの3頭が楽しみです。今週日曜日は6頭出走です。まずは東京6レース、3歳新馬にゴールドノバとマレノア、競馬場変わりまして中京1レース3歳未勝利にウィンビオラ、中京8レース4歳以上1勝クラスにクリノエルサ、競馬場変わりまして小倉5レース3歳新馬にベルミセル、小倉7レース3歳未勝利にドゥアーが出走します。日曜日はなんとデビューする子が3頭もいます。どんな子なのか楽しみですね。それでは出走馬の情報を1頭ずつ確認していきましょう。2月4日土曜日です。東京5レース3歳未勝利に出走するのは6番きらめく星です。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は3戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が3回です。前走1月22日の現在9番人気になっています。きらめく星くんの名前の意味はそのままきらめく星です。東京11レース早春ステークスに出走するのは12番マイネルコロンブスです。ボバ6歳の影くんになります。戦績は24戦3勝、1着が3回、2着と3着がそれぞれ2回、それ以外が17回です。前走1月9日の現在6番人気になっています。マイネルコロンブスくんの名前の意味は冠名のマイネルに人の名前のコロンブスを合わせたものです。同じく東京11レース早春ステークスに出走する2頭目はエドノフェリーチェです。牝馬6歳の足毛ちゃんになります。戦績は25戦3勝、1着が3回、2着が5回、3着が6回、それ以外が11回です。前走1月5日の現在10番人気になっています。エドノフェリーチェちゃんの名前の意味は冠名のエドノにイタリア語で幸福なという意味を持つフェリーチェを合わせたものです。同じく東京11レース早春ステークスに出走する3頭目はメガゴールドです。ボバ5歳の足毛くんになります。戦績は21戦3勝、1着が3回、2着が1回、3着が0回、それ以外が17回です。前走11月26日の現在8番人気になっています。メガゴールドくんの名前の意味は大きいを意味するメガに黄金のゴールドを合わせたものです。小倉1レース3歳未勝利に出走するのは5番コスモチプリアです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は5戦0勝、
1着と2着が0回、3着が1回、それ以外が4回です。前走1月21日の現在9番人気になっています。コスモチプリアちゃんの名前の意味は、冠名のコスモにおしろいを意味するチプリアを合わせたものです。小倉4レース、4歳以上障害オープンに出走するのは4番マイネルダンクです。ボバ5歳の足毛くんになります。戦績は18戦1勝、1着が1回、2着が2回、3着が3回、それ以外が12回です。前走11月5日の現在3番人気になっています。マイネルダンクくんの名前の意味は、冠名のマイネルにドイツ語で感謝を意味するダンクを合わせたものです。小倉7レース、4歳以上1勝クラスに出走するのは10番マイネルキングです。ボバ4歳のクリゲくんになります。戦績は11戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が1回、それ以外が9回です。前走12月18日の現在7番人気になっています。マイネルキングくんの名前の意味は、冠名のマイネルに王様のキングを合わせたものです。小倉8レース、4歳以上1勝クラスに出走するのは1番名将稲瀬です。千葉6歳の足毛くんになります。戦績は26戦3勝、1着が3回、2着が1回、3着が4回、それ以外が18回です。前走12月11日の現在4番人気になっています。名将稲瀬くんの名前の意味は、冠名の名将に、粋で稲瀬でいい男の稲瀬を合わせたものです。小倉11レース、別府特別に出走するのは11番スイートブルームです。牝馬5歳のかけちゃんになります。戦績は21戦2勝、1着と2着がそれぞれ2回、3着が3回、それ以外が14回です。前走1月15日の現在13番人気になっています。スイートブルームちゃんの名前の意味は、華麗に咲き誇るです。同じく小倉11レース、別府特別に出走する2頭目は、9番鳳凰ジョルノです。ボバ5歳の足毛くんになります。戦績は18戦2勝、1着が2回、2着が1回、3着が3回、それ以外が12回です。前走1月15日の現在11番人気になっています。鳳凰ジョルノくんの名前の意味は、冠名の鳳凰にイタリア語で1日を表すジョルノを合わせたものです。2月5日日曜日です。東京6レース、3歳牝馬に出走するのはゴールドノバです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。馬主さんは古賀義彦さんで、現在6番人気になっています。ゴールドノバちゃんの名前の意味は、ゴールドシップのゴールドに、神聖を意味するノバを合わせたものです。同じく東京6レース、3歳牝馬に出走する2頭目は、マレノアです。牝馬3歳のカゲちゃんになります。馬主さんは土井久美子さんで、現在8番人気になっています。マレノアちゃんの名前の意味は、ハワイ語でたくさんの喜びです。中京1レース、3歳未勝利に出走するのは、ウィンビオラです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は2戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が2回です。前走1月21日の現在8番人気になっています。ウィンビオラちゃんの名前の意味は、冠名のウィンにビオラが植物の名前です。花言葉は揺るぎない心だそうです。中京8レース、4歳以上1勝クラスに出走するのはクリノエルザです。牝馬5歳の足毛ちゃんになります。戦績は23戦3勝、1着と2着がそれぞれ3回、3着が1回、それ以外が16回です。
前走1月14日の現在6番人気になっています。栗のエルサちゃんの名前の意味は、冠名の栗のに人の名前のエルサを合わせたものです。小倉5レース3歳新馬に出走するのはベルミセルです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。馬主さんはノルマンディサラブレッドレーシングさんで、現在7番人気になっています。ベルミセルちゃんの名前の意味は、栗のペーストと生クリームを合わせたスイスのお菓子です。小倉7レース3歳未勝利に出走するのはドゥアーです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は7戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が7回です。前走1月22日の現在6番人気になっています。ドゥアーちゃんの名前の意味は、新原語で娘です。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ産駒の出走情報、地方競馬バージョンについては毎朝ツイッターで投稿しています。ぜひフォローしてください。馬番が確定していないのは、確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。